2対0、東京ヴェルディが2点をリードしてこれから後半へと移っていきます。藤本からもう一度藤本シュートだー、大きく枠いってたかと思いますがキーパーのセーブです。笠原、やはりこのコンビですね、渡辺選手と藤本選手のコンビ、これ逃げていくようなシュートでしたね、さあ渡辺浩太、そしてドグラス・ビエラ落としてシュート、もう一度、畑中が行ってまたさらにはドグラス・ビエラ、いや今のは決定的でしたね、このシュート渡辺選手は当たらなかったんですけどこの後ですよね、はい、あ二度畑中でしたか、はい、いや、あ泉沢ボール奪った、そして藤本から梶川も絡んでいきます。梶川シュートだ、ミドル狙っていきました梶川です。いいんじゃないですかね、あのシュートで終わればカウンターも受けませんしね、あの空いてたら、まあ、今日梶川選手いいですからね、フィーリングがね、どんどん打っていいと思います。これバラだ、さあ抜けたマテウス、マテウス持っていってこパスを選択、そしてシュートが決まった、1点返しました、決めたのは三角、さあそしてこのタイミングでは渡辺浩太に代わってリオンジの起用ということになりました。さあそして林良平はドグラス・ビエラに代わって入りました。キーパー触れなかった、高く上がっている、まだボールが浮かび上がっています。ここは畑中触りました、そしてマルセロ・トスカーノから上福本キャッチです。ちらっと時計を見て、そして垣沼慎が長い笛を吹きました。勝ち点1差、5位と7位の対戦は5位の東京ヴェルディが2対1の勝利。